そして日本マットに一番貢献したベスト3の中に一人として数えられるグレートサスケの一戦、レフリーは田辺さん。田辺さん、はい。まあ、ただ道の具がね、牙を向いて、はい、そしてサスケはサスケで自分の良さを出して、はい、名古屋で実現、これは不安は待ち望んでましたよね。ただですね、このカードを名古屋に持ってくるのでですね、だいぶ悩んだんですよ。どういった点で、高野の方からサスケとみんなにシングルをやらせろという要望はあったんですよ。ただ名古屋って初めての土地ですので、はい、僕、まあ、これ僕もプロモートしてますので、はい、街抜きも当然僕がやってるんですが、個人的にはいつもの分だけ持ってきたかった。道プロザベストを、道プロのもなんていうか初めての場所に訪れる名刺代わりなんですよ、はい、ただですね、名古屋のファンっていうのは結構ですね、なんて言ったらいいですかね、がっちりした試合を好むんですよ。土地柄が、だからある意味でいくと、あの6人タッグじゃなくてこのシングルマッチをやるには一番いい土地かなと思ったんですよ、はい、あ、そうですか、はい。まあ、名古屋というとですね、名古屋愛知県体育館、そしてレインボーホールがね、はい、ビッグアリーナがありますけどもね、はい、あ、やっぱりがっちりしたものを。そうですね、過去名古屋で行われた名勝負というのもやっぱりシングルマッチのですね、はい、大一番がやっぱり多いんですよ。そうですか。まあ、シングルマッチというとね、実に1年4ヶ月ぶりのシングルなんですけども、はい、次長から見まして、ね、サスケ対高道の具、どうでしょうか。まあ、私は高道の具非常に勝ってますからね。あ、どういった点でしょうか。なんていうか、まあ、やっぱりまだまだ体とかまだまだですけど、はい、やっぱり雰囲気っていうかね、雰囲気がいいんですよ非常に。お、で本当だったらもっと、ね、彼非常にかっこいいのに、はい、まあえてこういう、ね、スタイルにして今チャレンジしてるわけですね、はい、その姿勢もまたいいし、私は非常に勝ってますよ。そうですか、まあ、高見一之というとですね、この角ちゃんファンには、ね、もうご存知ですが、ユニバーサルレスリングをこの角ちゃんで、ね、見てレスラーを、ね、目指したという、ね、タカですから、本当に、ね、まあ、憧れの人サスケとの一戦ですがね、ここで、まあ、白星が取れればいいんですが、そんなに勝負は悪くないでしょうが、さあ張り手やられたらやり返す勝負の、ね、鉄則ですが、まあ、サスケにとってもですね、本当に94年から95年、ビッグマッチが目白押しですがね、まあ、田辺さん、はい、ここでサスケはね、タカにね、やっぱり黒星をね切ってしまっては、やっぱりね、サスケの名がね始めるということですからね、まあ、タカもですね、確かにあの新日本に出たりで急上昇しましたけども、はい、やはりここはやっぱりサスケに頑張ってもらいたいですね。なるほど、はい、はい、それとですね、でもタカなんですけども、はい、今年一番ですね成長した部分でグランドレスリングの発達があるんですよ。あ、グランドが良かった。今もこうグランドの攻防戦ですけども、はい、そのテストケースというわけじゃないんですけども、本人が試したいということで一度藤波さんで見に行きたいことがあるんですよ、新潟大会のところ。あ、ありましたね、はい、あの島田ルディからね、はい、見まして、この一戦のなんか見てこれまた島田ルディが違うところだと思うんですが。そうですね、高選手は結構注目してますよね、あの練習熱心っていうのがね、いい評判入ってきますが、うちに来ているのに本当に目いっぱいで配慮していただいて、はい、またぜひ呼んでうちの若い選手とか、ぜひ見に行かせていただきたいですね。そうですか、池田選手もね、こうやってあの若手がですね、その団体のエース、まあ、団体を超えてね、日本マットのエースサスケに向かうっていうのは、こうやっぱり非常にね、俺もやってるぞっていうのを気概どうでしょうか。そうですね、立派なもんですね、はい、そうですか、ってことはね、池田選手もね、藤原組長の他にもいろんなね、名の選手とね、ぶつかってね、玉砕覚悟で行ってね、そこで得るものをね、自分の肥やしにしてほしいと思うんですけどもね、はい、さあグランドレスリングで、ね、試合が展開していくんですが、アキレス腱、あっとヒールですね、ヒール行ってますね、ヒールホールド、しかし、うん、高道の君の左手がサードロープですが、意外とですね、サスケってグランドレスリングすごいんですよ。まああのね、あのユニバーサルの前がですね、日本の、ね、プレス学校でしたからね、それがですね、プレス学校同級生の木田君がよくしてたんです、はい、ね、新日本プレスの、そうですね、一回もやったことないんですけど、はい、でもずれちゃってたんですか。ずれちゃったっていうのは。そうですね、そうですか、練習サボってんですか、はい、でも練習きつかったでしょう。そうですね、まあそれなりに、ね、入門者はすごく多かったですもんね、はい、今年さんのね、鬼軍曹のコーチでね、はい、なんか何人も辞めてね、入門者がいたって言いましたけど、そうですね、でもやっぱり池田選手やっぱり今なってもこれから何十年もプレスやっててもね、やっぱ基礎やっとかないとダメなんでしょうね。そうですね、やっぱり基礎があって成り立つもんですからね。こういうえげつない技がいいですね、逆硬いベースがね、本当にえげつない、そう、らしくなんか決めちゃうと、はい、こういう試合をですね、その日本以外のファンが見て驚いちゃうんですよね、
ね、ですから本当に今海外か特にアメリカからね日本のプロレスを見に来るファンは田辺さんいっぱいいますけどもね、はい、やっぱり日本のプロレスイコール世界一って言っていいんでしょうかね、うん、水準は世界一だと思いますよ、うん、そのねジュニアヘビーでもね世界一と、ね、言われるサスケですけどもエルボーヘッドバット満身創痍でね田辺さんはい、バスケ選手もね傷だらけのこの1994年だったんですけどもね、ニールキックはちょっと当たりが浅かったがしかしダメージの大きい高道の具串刺しのようにローリングソバット。あでも羽田さん、はい、グレートサスケっていうのはですねデビューしてからほとんど大きいやつ今までなかったんですよ。そうですよね。それが昨年94年との何か集中しちゃって、で考えてみたんですよ。昨年サスケがやった試合っていうのがですね、はい、150試合超えてるんですよ。そんなありますか。道のプロレスだけの試合数が130試合超えてまして、それ以外にも、まあ、サスケの場合新日本プロレスだの FMW だの、はい、いろんな他の団体も出てるんですよね、はい、それを全部合わせますと150試合超えますね。そうですか、なるほど。要は1年の半分近くを試合をして、はい、また半分近くをいろんな自分の名と、まあ、道のプロレスの名前を生むために、うメンバーですも歩いてると。そうですか。大したもんですよね。これだけのコンディションを150試合やってるだけなんて。まして日本女子サンプとしますもんね。リングも違いますしね。ブルビのトーンの感じで作りたいかな。まあでもね、売れっ子になったら売れっ子になった上のやっぱり辛さもねありますけどもね。でも池田選手やっぱり周りからね、ファンからね試合が見たいとか、やっぱり試合数をね、この団体のね、この試合を A の団体、B の試合、やっぱり出るとしたらレスラーとしてこれ本望ですよね。そうですね。ね、池田選手の他団体とかね、はい、出てくると言われたらやっぱり行くでしょ。行きますね。ね、はい、それやっぱりでも人間としてね、次長、はい、ね、あいつ通じるものあると思うんですよね。まずやっぱり責任感が大きいじゃないですかね。非常にね。そのサスケをね、今高見千の空、先ほどねスワンダイブ、そしてあっと背中にニードロップロープされてた、そして左腕に腕ひしぎ約十字固め絞り上げます。本当にこの1994年高見千の空一生懸命全力 100% で走ってきて大一番12月15日この名古屋でサスケを破ることができるのか。上半身もね、田辺さん、かなりね、たくましくなってきましたもんね。そうですね。高見千の空ってやはり環境熱心なんですよ。必ずワンシーズンに一つですね、刺激を出すんですよ。そうですか。今のね、ニードルの刺激なんですよ、多分。今までこういった技っていうのは、意外とですね、高見千の空って飛び技が鋭いようで、コーナーの飛び技ってあんまり出さないんですよ。ミサイルキックとか全然やりませんし、それを一回ですね、二人でまあご飯食べるときに話したから、じゃあそこでちょっとなんか新しい技を考えてもね、といってこのシリーズのように彼はずっと道場のコミュニティであれを考えてますから。そうですね。そういうのはやっぱりもうサスケとはやっぱり指定関係でもありましたし、はい、裏の裏を書かなければやっぱりあの攻略できないと彼は思ってたと思うんですよ。なるほど。今のままではいけないというね、はい、ということは島田レフリーもいろんなレースを見てますが、はい、やっぱりトップになってる人はそれを克服してやっぱりトップレースになってるわけですね。そうですね。人と同じようでやったらもう全然差は縮まりませんから、人が見てないところでどれだけ努力するかがやっぱりレスラーの支えているんだと思いますよ。うちの組長も言ってますけど、はい、もう最初から朝から晩まで同じみんな練習するじゃないですか、そしたらみんな変わりませんから、それ終わった後にどれだけ努力するかですね。高選手は努力してますもんね。そうですか。試合終わった後も結構努力してますし、ね、その高道のストラングルホールドガンマですけどもね、絞り上げてさあロープブレイク、館内拍手が起きましたが、さあ場外落としてエルボーを背中に見舞った。そしてあっと場外にボディスラム、マットは引いてありません。そして机の上からフットスタンプ、破天荒な技を繰り出す高見千の空。理長前へ前へ出るっていうタイトいいんじゃないですか。結局ですよね、スピードもね、はい、先ほどからちょっとサスケがね守りに入ってますけども、おっとこれは大胆ってことは憎らしいことやりますね。わざわざねロープをね開けてね上がってこいとばかり、これはねすんなりね入れない、これは悔しいサスケでしょうが、さあここでどうやって自分のペースで入るかは試合のねまずはターニングポイントを迎えますが、レフェリーのカウントが進みます。
時間無制限一本勝負サスケ対高見一ノ国。さあサスケがここで入ろうとしたがドロップで飛ばされた。さあ宇宙人プランチャーが出るのか。まずはプランチャーを逆にサスケがストマックで右のキックを狙った。やはりやられてもトップレスラーの証、相手の動きをよく見ているサスケ。そしてダウンした高道の国背中にパンチ。タメさん、はい、さすがサスケっていう今の真骨頂でしたね。そうですね、はい、そして出ますサスケウィーズ・ラ・ケムラーナ。いいムービーですね、いつ見てもね、あのフォーム高さね最高です。しかし両選手ダウンしてどちらが先にリングに戻るんでしょうか。しかしですね、サスケがこの試合のこの中にケムラーナ出すのは珍しいですね。ですよね、だいたいあのフィニッシュに近いところですもんね、いつもね。そうですね、まあですね、先ほどのカードの決定戦のところの話は続きなんですが、なぜこのカードをまた名古屋に持ってきたの話なんですけども、サスケは結構あの他の団体に出て、ね、名古屋で試合をしてるんですよ、はい、ただその時のサスケというのは要はですね正統派のサスケの試合なんですよ。ただサスケはタカは相手の時にはかなりなんて言ったらいいですか、えげつない攻撃するんですよ。僕はそういうサスケも見てもらえなかったんですよ。正攻法のねプラスしての、はい、そうですか。さあエプロン越しのブレンバスター後方へ投げ飛ばしてカバーに入ったサスケ。カウント2返した高道の区。さあ動きが速くなるのか。2段目からのムーンサルト固めてカバーに入った。カウント2で返す高道の区。今のブレンバスターとしてってね、はい、サスケの技は本当に綺麗なんですよね。あれほど綺麗に決めるってなかなかいないと思いますね、はい、そしてバックドロップカバーに入った。このカウント2次から次へと大技ラッシュを続けます。グレートサスケここでピンチからチャンスを迎えたサスケ。さあツームストーンパイロドライバーに行くのか。ツームストーンパイロドライバー脳天がマットにめり込んでさふわりとトップロープへ上がってちょっと半回転しましたけどもね、ひねったら、はい、ラウンディングボディブレー、それを自爆させて高道のドロップキックで場外へ飛ばして、さあガッツポーズ。宇宙人ブランチャートップロープから見事に空中殺法には空中殺法で返す。はい、レースをサスケ自爆しましたよね、あそこで実はですね右手の靭帯にも切っちゃったんですよ。切りました、そうですか。今痛めてますけどこれじゃないです。実はそれなんですよ。実はここでここで行っちゃったんですよ。アランディングボディプレスで、そうですか。それだけあれで決めようという気持ちが強かったらしいんですよね。ああなるほどね、かけてたんですね、技に。そうですか。というわけで昔の方でしたら多分その前の攻撃でダウンしててあの技で多分フィニッシュだと思うんですよ。サスケも多分そう思ったと思います。まあ、それだけね両選手の思いがね、この一戦にかけるね、はい、意気込みっていうのがやっぱり現在のミジョンプレスの中のやっぱりランキング、そして日本マット界の2人の地位とかね、はい、やっぱりその2人の気持ちがイコールね人気そして実力にね加味されますんでね、両選手やる気いっぱい。回転エビ固めエプロン越し、これをカウント2で返してジャックナイフで高田が切り返す。これもカウント2。そしてここら辺はローリングスバット相打ちですけどもね、島田レフリーすがすがしいですよね。いい試合ですね。ヨセイシどうですか、ここまでの展開。すごいですね。ね、どっちもいいですよね。どっちもいいですよ ね。今のねアリアートもね、もう本当に猪木とハンセンね、あれも昔ですけどね、広島ね思い出しちゃいますが、やっぱ次長ああいう相打ちなんかもね、あのやっぱりつい体動いちゃうんでしょうね。そうでしょうね、やっぱタイミングが本当に2人とも綺麗ですね、上位技の。さあバックで待ってサスケジャーマンを狙うがエルボーでカットしてバックの取り合い早い。あ、エルボー、後頭部、そしてタカが、ね、あとここでもまたしても早くからロープを、エルボー、そしてジャーマンスープレックス、カウントは危ない。サスケが2で返したが、これは高道の空ジャーマンにこだわりました。タメさん、はい、今のこだわりいいじゃないですか。ねえ、さすがですね。ねえ、ね、そして場外押して、お、何をするんだ、トップロープガード、ラケムラーダ VB
らサスケの上行きましたよ。サスケを、あのサスケを超えるためにトップロッカーの破天荒なラックキグラーだ。皆さん、はい、誰にもできないですね、これは。そうですね。ただですね、この技はですね、すっごい練習したんですよ。危険度も高いですよね、これは。いいですよ。で、彼の飛び技って全部高さがあるじゃないですか。ありますね。それだけでも危険性は普通のなんていうか飛び技の2倍、3倍あると思うんですよ。そうですか。ちなみに、どうですか、見てて。もう、こう見てる方がハラハラしますよね。ゾクッときますよね。いや、高選手、すごいガッツですよね。ここで15分経過しました。さあゆっくり先に入った高田がサスケに何を見舞うんでしょうか。あっとショルダースルーで逆にサスケが今度は高田を飛ばしたが、あ、まだダメージが大きいサスケに、おっとトップロックがドロップカバーに入って硬いな。ダウンと2。ただすごい集中力ですね。ですね。ああいうことやるってのはすごいですよ。はい、一気に攻める高見一郎君。おっと、DDT、フルマラソンからの DDT でこの最後決めるね、その両足をね、挟んで出場。最後ね、本当に気持ちが決めてやるっていうね。ガッツポーズ、勝つぞとね、雄たけび上げるような高見一郎君だ。一郎君ドライバーですね。出るか、両腕クロスで未知力ドライバー。カウントは危ない、危ない、カウントは3に近い2です。サスケ大ピンチ、タカ最高のチャンスはこの名古屋巡ってきました。そして畳み込むタカ未知力、ボディスラム、そしてトップロープへ上がるぞ。サスケがゆっくりと起きてドロピック、そしてなおも2段目に登ってヘッドバット、トップロープへサスケが今登って何をするのか。これも高さがあるぞ、ダブルアームスープレックス7台式、そして畳み上げるサンダーファイヤーかパワーボムだ。まだまだまだ続くチキンウィングから同時にチキンウィングフェーズロック、壮絶なフィニッシュでしたね。はい、これはまさしく死闘、16分54秒、同時にチキンイングフェイスロック、グーサスケ高見一郎ギブアップを奪いましたが、高見さん、はい、レフリーとしてどうでしたか。いい試合ですね。なんて言ったらいいかちょっと分からないですけども、とにかくすごい試合ですね。スマーレフリー、もういい試合ですね。どこって言いますかね、なんか意地と意地がぶつかり合って、でもサスケさんがやっぱり最後はやっぱりエースというか団体というか、やっぱり後輩の流れを持っていうのが出ましたね。あの隙が長くですね、そうですね、畳み込んで、あの地球人の変則とか決まるのかもしれませんが、同時にやっぱり移行してると思うっていうのが、ね、どうですか、最後のフィニッシュは。なんか隙がないのはやっぱりすごいですね。選手の道のくドライバーからが何か一つ技があれば高橋選手だったと思いますね。勝者逆転したかもしれないですね。躊躇しちゃった部分がありますよね。次長、やっぱり壁っていうのは高いほどいいんでしょうかね。でも高橋選手は勝ってもおかしくないような、はい、そういう展開でしたよね。前線で、ね、前線検討以上のものがあったと思うんですよね。サスケどうするんだと高見一郎君に問い出した、その答えはいつまでも追い続ける
カナさん、はい、これは不安には 100% 理解できますよね。そうですね、やっぱり高は高でしたね、いい意味で。そうですね、名古屋市体育館三茶の国から94出稼ぎ時間無制限一本勝負両手サスケ対高道の具サスケの勝利でしたが、それでこそ道の具だぜ。勝利に終わった高道の区とのシングルマッチでした、まあ、でも正直言ったら憎たらしいですよね。あのもう、まあ、若い僕が言うのもなんですけど、まだまだこの若造がって感じ言いたいにもなりますけど、まあ、うちは本人主義ですから、選手個人個人がやりたいことを好きなようにやればいいと、本当に怖いですよ。今日は乾杯です、うん、今自分が出せるのを全部出してやられたから、まだまだ及ばなかったです。もう前線じゃダメなんですよ、もう倒さなきゃいけないんですよ。前線じゃ意味ないんですよ、もう倒して行かなきゃいけないんですよ。自分らが自分も一生こっちでやりますから、請求なんか戻る気はありません。木曜夜8時のお楽しみ、ダウトを探せ。